はい、これどんな動画になるんだろうか。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。よしこお姉さん、誕生日おめでとう。くるぶしです。48歳おめでとう。よしこ48歳おめでとう。おっしゃそれ怒られたやつでしょ。怒られた。はい、今日はですね、はい、公開収録最後ということでですね、ちょっと前に、うん、個人的クイズっていうのを、やったんですが、やった、もうちょっと、クルチョモのことを知ってもらおうと、思いまして、もうお互いのことをほぼ知ってるだろうと、おかわりの5問を、ご用意してまいりました。やったー、おかわりやったー、全問正解を、目指して、頑張りたいなと。よいよい。で、ちょっとですね、尺的に、うん、僕が問題を出してチョモが答えるというクルちゃんのことをよく知るクイズね。そうですね。オッケー、はい、全問正解いくよ。俺が5問全部正解したら何、商品は。商品は納豆ですね。それでは、はい、クルちゃんのことを本当によく知っているかクイズ始まりますね、クルちゃん。はい、では行きましょう。せーの、レディーゴー。はい、じゃあ第1問、バラバンバラン。くるぶしが今まで言ってなかったフェチは。これ言うの初めてです。じゃあ分かるわけないでしょ。フェチ、はい、もう体のパーツです。仕草とかじゃなくてパーツね。はい、いきます。はい、恥骨。正解は、ブラを取った時の、ここの跡です。そこをブワーってやりたい。ボケにボケって、そこをブワーって、ここをブワーってなんで言わせない。第2問、バン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 。初めて行った風俗、新宿イレブンチャンネルというお店で、彼女への罪悪感からくるぶしがやったことと。新宿の歌舞伎町にあるイレブンチャンネルっていう風俗、今も多分あると思うんですけど、当時もやっぱ彼女いたんで、悪いなと思いながら、せめてもの、ね、罪悪感を軽くするために俺がやったことです。女王のことを彼女の名前で呼ぶ。惜しい、惜しい。正解は、彼女と同じ名前の女王を指名したでした。惜しい、いい、今日冴えてる。じゃあ第3問、バイバイ。くるぶしが今朝おかずにした AV 女優は。そう、知らんねんな、名前。あの人、岸さん、四季さん、岸さん、あの人、岸さん、岸愛の。あ、そう。ああ、正解はですね、後藤理香さんの、3P の、メイドのやつでした。知らん。後藤理香知らん。結構あのロリで巨乳、ロリ巨乳はね、いいっすよね。もう残り2問です。いやー、待てる待てる。いきますよ、じゃあ第4問。高校時代、出会い系サイトスタービーチで実際に会った女の子の名前は。はるか。ブブー。正解は大谷美奈ちゃんでした。知らんって。だから結局あったんだけど、なんか最終的に元彼のだが忘れられなくてって言われてね、バイバイしましたけど。ちなみに赤羽のカラオケにね、一緒にいて、はい、プリクラ撮って帰りましたけども、そのプリクラは今日物販で販売。ねえわ。ちなみにミナッチョって呼んでましたね。はい、じゃあ最終問題、はい、始まった。ぜひ本当に当ててください。これはね、当たる可能性ある。おっしゃ、はい、最終問題いきます。ババン。先日熊本へ行った時にくるぶしが9ヶ月ぶりにしたこととは、ね、熊本は全く関係ない。9ヶ月ぶりにしたこと、はい、風俗行った。行きたーい。あ、はい、嫁ちゃんとチューした。ブブー。一回もしてません。みんなわかんない？俺のこと結構わかってくれてると思ったけど。じゃ
が正解はですね、チンゲを剃った、でございます。はぁ、知らないよ。全剃りってこと？いや、全剃りじゃない、あの、程よい感じ。処理ってめっちゃいいけど。待って、全然当たんねえじゃん。最後の問題、それで当たる、もしかしたら当たるかもって思ってたことがすげえわ。そんない、こう、なんていうか、どっか行った時に。そんな旅館のさ、あの、カミソリってすんごいじゃん、あの、鋭いじゃん。それでバーッってね、この間ね、あの、俺配信やってる時に、なんか、チンゲの話をして、さっ、ね、まあまあね、今日もね、くるちゃんのことを少し知れましたので、はい、チョモの回はまた改めてね、ありがとうございます。はい、今回はですね、皆さんの前で収録、はい、まあこれで、ね、ちょっとくるちゃんのことを知れたらね、これからね、ちょっと頑張っていきましょう、はい、ということで、今回はくるちゃんのスーパー難しい問題をやってみましたでした。ありがとうございました。皆さんありがとうね。チンゲそらして。どうもありがとうございます。